栄養素のない骨を噛み続ける。いい表現。あ、うん、タイプ4の人はそれを、心にしまっとくといいですよね。そうだって思って。私が持ってるのって。もう栄養ない。栄養ない骨だ、骨だったって。本当そう、うん。かもしれない、うん。で、目の前に美味しいものがあるかもしれない。本当にそう。うん、っていう人たちのサブタイプ。うん、ウィングが3の時のタイプ4は、貴族、はい。はい。貴族。健全な時、この人たちは、創造性に野心、向上心、うん、目標達成意識が加わり、うん、多くの場合、社会におけるステップアップを果たします。うん、もう一つのサブタイプよりも社交的で、うん、同時にユニークであることを望むと、うん、彼らは自分自身を表現するとともに、うん、自らの創造の成果について他の人たちに伝える必要性を感じる、うん、そのため適切な表現様式を身につけるだけでなく嫌な感じを起こさせるものや悪趣味を避けるようにしますと。彼らがクリエイティブするときはそれを披露する相手の人のたちのことがちゃんと頭にありますと、うん。やっぱちょっと3が強いですね、うんうんうん。成功と同時にユニークであることを望む人たち。うんうんうん、貴族っぽいですね、確かに、うんうんうん。で、ちゃんと見せ方を知ってる。ちゃんと知ってる。理解してるというか。貴族っぽい。うん、意識してる、はい。意識してる。どうやってやったら自分たちがデカダンな世界で、ちゃんと優雅に振る舞っていられるか。うんうん、優雅に見えるかですよね。はい、見えるか。はい、で通常になっていくと、もう一つのサブタイプよりも、自意識が強くて、うん、自分の存在価値に関する問題や、うん、人にどう思われるかを意識する、うん。自分自身や仕事が認められることを欲して、自分をどう提示するか、うん、ということなら、何に対してもさらなる努力を注ぎ込みますと。彼らは実利的ですが、うん、贅沢でもありますと、うん、優雅や教養、うん、洗練されたものを愛しますと。自分がハイクラスで優雅であるとともに、うん、社会的に受け入れられているか、うん、ということが気になる人間とみなすのが常です、うんうんうん、競争心が強くて、うん、他人を軽蔑します、うん、誇張やナルシシズムが堂々と直接的に表現されます。で、サブタイプのタイプ4、うん、ボヘミアンとあります、うんうん。このサブタイプの人々は極めて創造的、うん、感情が豊かで内省的、うん、明敏で独創的ですと、うん。もう一つのサブタイプよりもステータスや人から受け入れられることを気にしません。うん、要はもう一つの方は、うん、見え方を気にしてたが、うんうん、こっちの人たちは、うん、もうそういうのは全く気にしない、うん、本当に内面の表現みたいな、はい、で極めて個人的で風変わりな自己表現をして人よりも自分自身のためにクリエイティブします、うん、彼らはプレゼンテーションよりも創造性と発見のプロセスを楽しみます、うん、極めて探求心が強い、うん、よかれあしかれ慣習や権威に挑戦的ですと、うん、自己表現のために必要であれば、ルールも、意図も簡単に破りますと、うん。通常の時、うん、もう一つのサブタイプよりも内省的で、社会から退いてます、うんうん。もっぱら自分の想像の世界に留まってる。自分のために作り出す内面の風景に比べ、世界は面白くない。うん、で彼らは神秘的で象徴的なものに惹かれます。うん、詩的なスタイルは、往々にしてエキセントリックで独特、うん、このサブタイプの人々は暗くてミニマルっていうのはできるだけシンプルで無駄を省いたライフスタイルを選択します、うん、彼らは極めて非社交的になり、うん、自らのことを反抗的アウトサイダーとみなすことがある、うん、目覚ましい洞察のひらめきには恵まれるかもしれないが、うん、現実の世界で実用な取り組みを維持するのに苦労します、うんうんうん、っていう人たちが、うん、落ちていった時ですね、はい、妬みと否定的比較とあります、うんうん、否定的比較、うん、いいですね、初めて聞いた日本語です否定的比較って、うん、なるほど、あらゆる囚われ同様、うん、妬みは本質的自己とのつながりが失われることに対する
反応として発達します。けれども多くのタイプとは異なって、タイプ4は自らの本質とのつながりの喪失にある程度気づいている、うん、私は離れているわ、うん、例えば自分が、まあ、仮とはいえあるからでしょうね、うん、っていうところから離れているっていうことにちゃんと気づいている、うんうん、彼らはまた自分だけがこの喪失を体験しているって感じていると、うんうんうん、子どもの時家族や友人は自分より恵まれ、うん、大事にされていると思えたのに対し、自分は無視されていると感じていた、うん、その結果長期にわたる孤独感や仲間に入れてほしいという強い思いで受け入れられている人たちへの妬みを持つようになったのです、うんうん、これは同じように接していても、うん、タイプ4の人たちはそう解釈しているっていうことですよね、うん、みんながそうやって育っているわけじゃないですよね。わけじゃないです。同じとこに育っていても、うん、タイプ4の人はそうやって感じている、そう受け取るみたいな、受け取るっていうことですね、うんうん、はい。で思ってきたから、タイプ4は大人になってもそういう思いが強いゆえに、うん、みんなが安定していて、まともノーマルって書いてあります、うん、ノーマルであるように見える、うん、まあ、僕が言う普通ですね。普通、普通そうだろ、うんうんうん、この空気感見えないのみたいな、うんうん、いう空気がやっぱり社会にはあってうん、うん、みんなはそれができてるっていうふうにこの人たちは思っている、うんうん、で一方自分は欠陥があるが、うん、よく言っても未完成であると感じている、うんうん、実際彼らの愚痴は他の人たちほどうまく正体を隠せないっていうこと、また皆が自分のありのままの姿や弱さに感づいているということ、自分を恥と感じることなのです。これ意味がわからないですね、うん、実際タイプ4の人たちの愚痴を聞くと、うん、他の人たちほどうまく正体を隠せないっていうことに、みんなが自分のありのままの姿や弱さに感づいているっていうこと、これの意味がわかんないですね、うん、これ飛ばしましょう、すいません。自分を恥だと感じること、うん、他の人たちは自分自身が好きで、うん、自尊心があって、うん、自分をどう見せるかを知っていて、うん、人生で欲しいものを追求しているように見える、うんうんうん、人は自由で幸福で、うん、自意識が強くなくて生き生きとしてるわ、うん、この辺の気持ちはわかる、うん、はい、私は、ま、真逆だみたいな、真逆だって思ってるんですね、うん、これはタイプ4が自分とは違うって感じていることだと、うんうん、で他の人たちが享受している、うん、この楽な社会、うんうんうん、っていうのを羨ましく思う、うん、楽じゃないです、はい、うん、が楽に見えるだけ、楽に見えるが、まあ、うん、僕から見ても、うん、苦しそうですねとは思います、うん、あ、そうやって思ってるならね、うん、でもかっこいいですねと思うじゃないですか。そう、僕はそれをとがっててかっこいいですねとは思うんですよ、うんうん、だからもうそれと似たようなもんって話ですよね。ないものねだりですよね。ないものねだり、はい、妬みは、うん、時にタイプ4の心を蝕むが、うん、普通はそれを恥じできるだけ隠そうとする、うん、でもなんか失望されたかっていうのを知ってもらいたいから、うん、その自分の苦悩を表現したいときに、うん、っていう思いもあって、うん、それが交互に現れます、うん、隠したいっていうのと言いたい、分かってもらいたい、隠したい、言いたいっていうのが交互に出てくる、うん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 、で作品とかにぶつけるんじゃないですかっていう話ですっていうこの気持ちを芸術とか、うん、隠喩を通じて間接的に表現する、うんうんうん、歌にしたり、うんうん、小説書いたり、でタイプ4は往々にして、うん、この感情や比較に、人との比較ですね、うんうんうん、しかも否定的な比較、うんうん、いいですね、否定的比較、否定的な比較、いや私は常にダメなんだ、ダメなんだ、うん、っていう比較にとらわれて、実際に考えていることを確認せずに、うん、人の反応を想像する、うんうんうん、妬みは自分自身に失望して、その失望を、うん、他人に投影するように仕向けます、うん、人が自分を好いていてくれても相手からの否定的評価を予想して、うん、どうせ私はダメなんだわ、うんうんうん、自分を思う、うん、常にでストレスに反応するとタイプ4はタイプ2に向かいます、うん、タイプ4はロマンチックなこういった空想の中で人から離れる傾向があって、うん、人
くことで、うん、関心を引くと同時に、うん、自らの気持ちを守ることです、うんうん、まあいなくなれば気になりますもんね、うん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 、あの欠けたとこに目は行く、うん、はい、こうやって落ち込んでたらどうしたのって、ね、はい、でもそれは、うん、目を引くと同時に気持ちを守るため、うん、でタイプ2に向かう気持ちはそうした行動が必然的に作り出す問題を埋め合わせようとするタイプ4の試みですと、うん、したがってつけがましい親しさを見せて、うん、対人関係の問題を解決しようとするかもしれません、うん、タイプ2のように対人関係について心配して、うんうん、自分が好きな人たちに近づく方法をやる、うん、対人関係がしっかりした基盤の上に成り立っていることを確認する必要がありますと、うん、でこのため彼らは相手に愛情を頻繁に表現して、うん、この関係がいかに意味があるかを思い出させるのです。そういうやり方をするってことですね、うん、まあ、最初は引くけどってことじゃないですか、はい、引いて注意を引こうとするけど、はい、それでも無視されたりすると今度は慣れ慣れしく接近しようとするみたいな、はいはい、タイプ4は人が本当に自分のことを気にかけているかを知るために、うん、感情的に騒ぐかもしれない。でこのような行動をしてしまうために、うん、疲弊して周りの人は、うん、タイプ4への興味を失う、うんうん、あもうちょっともういい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 、うん、でもあまりそういうタイプ4って見ないですけどね、まあ、健全度が下がるとですよねっていうことですね、うん、あまりそういったところ見たことがないなとは思います、うん、そのよっぽどじゃないですか。タイプ9が怒りを爆発させるみたいな、まあ、恋愛とかギューって親しくなった時に出るかもしれないですね、うん、そういうのはあの見て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 みたいなのは、うんうん、なるほどっていうところがあって、タイプ4の統合の道っていうのは、うん、意味ある行為を通じて現実的に関わる、うん、タイプ1に行きます、うんうん、主観的反応を超え理念や活動に尽くすことによって、うん、自分が何者であるか、うんうん、っていうことだけじゃなく、うん、良き存在であることを発見するんです、うん、だって普通に生きてて、うん、ちゃんと社会にも貢献して生きてるわけですよ、うんうん、過去なんてどうでもよくて、うん、今やってる実績、うん、今やってることそれがあなたの素晴らしいじゃじゃん、うんうんうん、ってことですもんね、うん、本来持つ直接性ともっと接触することにより頭の中で流れる感情あふれたシナリオに取りさせられることが減ります、うん、要は過去のことにうっとりしてるのに離れて、うん、直接性ともっと接触するようになって、うん、やってるとまあ、うん、そういうことですね、うんうんうん、過去のことはなくなっているところですね、うんうん、タイプ1に動いたタイプ4は自己の表現というのは、うん、特定のムードにふけることではないっていうことに気づきます、うん、彼らは進んで自分で節制して、うん、世界に対して意味あることを貢献するために一貫して働きます、うん、もはや認められることを待っているよそよそしいアウトサイダーではなく、うん、人生にちゃんと関わって仕事や人との関わりを通じてより強い自己感覚を育てます、うん、そうですね、うん、ユングが言う、うん、なんか人は丸になろうとする、うんうん、はエニアグラムも丸になろうとしてる、うん、いやみんな同じとこに進んでるってことですよね、うん、みんな同じ形になる、うん、息抜きが違うけど最終的には、はい、まあ、健全度でいくと1になるとどのタイプも一緒みたいな、全部一緒ですよねそれって、うん、丸一つの丸、うん、あとこの姿は全てのタイプにおいて、うん、みんながその形ですもんね、うんうんうん、けれどもこのことと通常の段階におけるタイプ1が批判的ないし完全主義的特徴を取り入れることを混同してはいけません、うんうん、タイプ4の超自我はすで、うん、に十分懲罰的であり、うんうんうん、厳しく自己改善を迫ることはさら、うん、なる自己批判に結びつきやすいと、うんうんうん、あそうですね、うんうんうん、基本私がダメだって言ってるのずっと私がダメだタイプ1みたいに、うん、この自分の正義ってやり始めると、うんうん、より自分を傷つける、うんより理想を見ちゃうとっていう話ですもんね、はい、あるものの本では、うん、一番の理想主義は、うん、タイプ4だってあります、うん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 、あのタイプ1でいう、うん、なんかその実現性のある正義の、うんうんうん、正義現実的な現実的な正義じゃなくて、うん、タイプ4は、うん、超理想の正義、うんうんうん、なので
一番理想的だと思う、よく書いてあります。したがって健全なタイプ1の別の特徴である識別力を育てることが重要です。タイプ4にとっては、健全なタイプ4は健全なタイプ1が知っているこの識別力を学びます。つまりある状況のリアリティとそれに対する自分の感情的反応を分けて考えることができるようになる、識別っていうことですね。また健全なタイプ1は現実を受け入れるっていう良い見本になりますよ。ある状況を成り立たせている現実の様々な要素に抵抗したり拒否するよりもちゃんとそれに取り組む。なるほど。で、統合しつつあるタイプ4は受け入れるっていうことが過去を手放して現在の生活に創造的にクリエイティブに関わる鍵っていうことを理解します。いい話ですね。まあ、過去ばっかり見てるって話ですよね、はい、でちゃんと現実的なところを見てないから、はい、見るとより成長できるよっていう。たまには二等兵のこの空気の話も聞いてよ。空気の話、この世に流れる場の同調圧力の空気の話、自分を受け入れるとき、かつての過ちや強さを、辛さを許すことができます。人を受け入れるとき、互いに満ち足りた人間関係に関わることができます。タイプ4はもはや他人について、自分を救ってくれる人と理想化したり、逆に自分の非現実的期待に応えてくれないって言って、足を引っ張るようなことはしなくなると。そうですね。他人は他人として見て、空想の自分っていうのに頼らずに、自分自身が価値がある資質を正確に認識することができます。最終的に統合に向かうタイプ4は、そういったその湧き上がってくる、そういった思いと現実っていうのをうまく分けて、ちゃんと合わせて自分が行動できるようになるよって、いい話。だから多分無駄に悩んでるんですよね、きっと。あ、今悩んでるんだとしたら、ね。悩んでるんだとしたら。はい、だからこう、もうちょっとちゃんと現実を見ると、そんなに悩むことがないんじゃないのっていうのがいっぱいあるよっていう。みんな等しく平等に苦しんでますよとは思います。はい。まあ状況は一緒じゃないですか。一緒です。どの人もそんなに変わらない。はい、まあ変わる人もいるかもしれないけど。今ある、武器で社会にどう立ち向かうかっていうアドラーの話になってきます。はい。だからまあ状況が同じで、感覚的に苦しんでるって思ってる。はい。